今回もやっていきたいと思います。ってことで、今回はね、このポケモンソードシールドの早期購入特典で、特別なニュースがゲットできるらしいので、ちょっとそれを受け取っていきたいと思います。ってことで、この不思議な贈り物、デジャブ、なんか前回も見たような始まり方、不思議な贈り物を受け取る、インターネットで受け取る、ゲットできるんかな。インターネットに切り替えました。お、贈り物探してます。巨大マックスするニャス。巨大マックス、略してダイマックスってこと？巨だけ略したんやね。多分これね、なんか事前に出とった、あの何、動画とかでもその長くなるニャースみたいなの出とったけど、それのことやと思うよね。ニャースのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ニャース、化け猫ポケモン、光物を集めるのが好き、機嫌がいい時はトレーナーにもコレクションを見せてくれるぞ。レベルはどれぐらいなんやろ。ニャースを受け取りました。やった。ポケモンボックスを確認してみましょう。オッケー。じゃあまあ、また街に着いたら受け取っておこうか。ニャース、でも入れ替えんとできんかな。あいな、すごいアドバイスだぞ。何、草むらから飛び出しているポケモンもいるよな。うんうん、ゆっくり歩いてしゃがめばあいつらに気づかれないんだぞ。へえ。反対に指笛をピューと吹けばポケモンはすぐに気づく。指笛がうまく吹けない時のおまじないを教えるぞ。Lスティック押し込み。それはおまじないではなく操作方法です。ないな、どちらがポケモンをたくさん捕まえるか競争しようぜ。今んとこ私がもう勝利してるけど。兄貴を出迎えた駅を覚えているよな。ゴールはそこ、ブラッシータウン駅だぞ。それまでの間にってこと？でももうすでに私いっぱいゲットしてるから大丈夫だと思うんだけど、なんかこの辺、あ、入っていけんねや、この辺。捕まえてないようなポケモンは今のところいないな。何？え、ワンパチ？びっくりした、野生なんやね君。めっちゃ道端におるけんなんかと思った。え、油断するわそれ。体当たり、めっちゃびっくりしたけど、でも電気タイプのポケモン欲しいって思っとったけんちょうどいい。なんか今ね、ノーマルタイプとアクタイプがなんか多くってさ。別にそんなにいいよって感じなんやけど、あと一発ぐらいで捕まえれるかな。いっけー、体当たりー。はい、オッケー。じゃあちょっとモンスターボール使っていこう。ワンパチかわいい、見れば見るほどかわいい。いいね、モンスターボール。もう私6匹おるってことか、ポケモン。さっき満タンやったよね。おっしゃー、やったー、ワンパチを捕まえたぞ。ワンパチ手持ちのポケモンに入れておきたい。1,2,3,4,5,6、あ、6おるね。あれか、ジグザグまで6匹目になったってことか。お、ここからレベルアップ。ワンパチのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ワンパチ、子犬ポケモン、走るときに尻尾の根元から電気を生み出す、ガラルドや牧羊犬として人気。あ、なるほど、じゃあウールとセットってことかな。ワンパチをどちらに送りますか。え、手持ちに加えたい、手持ちに加えたい犬どうしよっかな。あ、でもこの場でできる、いやね、あ、そっか、できるんか、できよったっけ今までも。できてました。何が何タイプだったかしら。どれが何タイプだったかしら。詳細が見えないだと。どういうことだ。でも欲しがりした分ノーマルとかやったと思う。はい、送ります。え、だってその辺さ、タイプとか考えて組み込んでいきたいけんさ、詳しく見させてくれよって感じじゃないね。てかこの進行方向が見れないというのがちょっと辛いんだけど、今なんか進行方向に何かしらマークみたいなの見えた気がしたけど、気のせいかな。ねえ、なんなんあれ、進行方向とかじゃないね、なんかあの
何あれ、なんか出とるよね、あの Y マークの上に。なんかワンパッチ、あれなんなんやろ、ちょっと意味がわからないんだけど。ワンパチじゃなかった、さっきの。別にそこ関係ないんかな。そこ特に関係ないんかな。めっちゃ気になるんやけど、あのマーク何？なんか下にああいうのって出てるし、ちょっとよくわからない。ん？あなたさっきいた？違う、君じゃない。ホップさん、忍び足で駅に向かって行ったよ。なんでそこ忍び足？どうした？おお、びっくりした。アイナ、駅はこっちだぞ。わかってるよ、駅の場所ぐらい。恥ずかしいからやめて。恥ずかしいからそんなに呼ばなくていいよ。あ、っていうか、ちょっと待って、ポケモンさ。ヒバニーとワンパチぐらいやけど、とりあえず回復しときたいかな。よいしょ。ポケモンセンターのパソコンでさっきもらったニャースを加え、体力も全回復。あ、ちなみにこの早期特典でもらったニャース、2ヶ月間販売、この何ソードシールド発売から2ヶ月間だけ受け取れるポケモンらしく、で進化はさせられないらしいです。お、アイナ、何匹捕まえたんだよ。俺はとっておきのポケモンを一匹仲間にしたぞ。捕まえたのは一匹。引き分けだな。さすが俺のライバル。あ、やっぱりあっこからここまでの間に捕まえたポケモンの数ってことになるんや。アイナは技マシン40、スピードスターを手に入れた。スピードスターやった。星型の光を発射したら相手を攻撃する。攻撃は必ず命中する。ほらよ、技マシンだ。技マシンを使えば、ポケモンは一瞬で技を覚えるし、何度でも使えるんだね。そっか、技マシンがそうやったよね。ちなみに、スピードスターの技マシンを兄貴がくれたんだ。ジムチャレンジはエンジンシティから始まる。ほら、列車で行くぞ。駅はこっちだからな。おー、電車移動や。ハイテクである。なるほど、やっぱ使えるんやね。旅立ちの時や。あなた、ちょっと待ってよ。あ、それはね、親に、ポケモン図鑑を受け取りに行ってきますって言って、そのまま旅立っていくっていうのはちょっとね。軽い家出である。母ちゃん？猿乗りをパートナーにやらぬ時から、旅に出るのは分かっていたけどね。マグノリア博士がわざわざ知らせてくれたのよ。はい、旅立ちのプレゼント。キャンプの道具よ。お？愛のキャンプセットを手に入れた。何それ？ワイルドエリアやキャンプスポットでテントを張ったり、その中で料理を作ることができる。何それ、ドラクエみたいな要素があるやん。料理とかもあるの？何があってもパートナーと力を合わせれば大丈夫。サンキュー母ちゃん。俺チャンピオンになるぞ。ってことはどこでも回復ができるんかな、結構。テント張れるってことは。兄弟揃ってチャンピオンなんて史上初だ。私を無視して話を進めるなよ。はいはい、とにかく元気でね。あんたち、行ってらっしゃい。ポケモンの世界の親ってなんかね、軽いよね。まあそれが常識な世界なんかもしれんけど、急激に旅立っていく子供たち。引き止められたらそこでゲーム終了である。行ってくるぞ。この先すごいトレーナーやいろんなポケモンがいるよな。あいな、俺のワクワクがどんどんスピードアップしてるぞ。よし、出発。私の母親はなんかあんまり話さんかったけど、よかったな、それで。おー、すごい、電車の中がちゃんと。エンジンシティの周りにはワイルドエリアが広がってるぞ。ふんふん、結構広大な土地っぽい。ワイルドエリアはすごい、いろんなポケモンが歩き回っているんだ。ポケモンまでワイルドである。他にもキャンプをしたり釣りもできたりでワクワクするぞ。もうなんかテント耳ついてる、かわいい。テントもいろんな種類があるんかな、変えれたりとか。お、なんか都会って感じ。駅長さん、ここってワイルドエリアの駅だよね。一体何があったんだ？はい、線路の上にウールが集まって、なんか確かにそこにおるけど、列車は足止めされています。え？
むしろラッキーだぞ。何が？ワイルドエリアはとにかくでかい。ポケモンがたくさんいる。わかるだろう、エイナ。最強のチームにできるぞ。要は電車で移動ができんってことかも。やめ、あ、ウールめっちゃ走りよったよ、今。超走りよったよ、今。ブラッシータウンに戻れてもエンジンシティへはいけないようです。集まったポケモンたちを無理やり追い払うわけにもいきませんしね。優しい世界。あれ、君ってもしかして EV とレッツ、やっぱり EV とレッツゴーしてくれたんだね。お？この EV ともレッツゴーしてあげてほしいな。おお、何？スイッチの中にレッツゴー EV のあのデータがあったら EV もらえるってこと？じゃあレッツゴーピカチュウの方した人はピカチュウがもらえるんかな。やってよ、 EV もらっちゃったここで。EV のデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。EV 進化ポケモン、周りの環境に合わせて体の作りを変えていく能力の持ち主。素晴らしい。EV も手持ちに加えていきたいけど、とりあえずボックスに送っておきます。うちの子は特別だから、ぜひダイマックスしてみてね。特別なの先に言ってよ。じゃあ組み込んだわ。あら、あなたってもしかしてピカチュウとレッツ？うん、気のせいだった。変なこと言ってごめんなさい。あ、もらえる相手が違うんや。でもここでどっちにしろもらえるんやね。へえ、どっちもありなんや、ここで。座った座った。見知らぬおじさんの隣に急に座った。おじさんもびっくりである。わしの子供たち、レッツゴーした人たちに何か渡してるみたいだが、レッツゴーとは何なんだ？君は知ってるかな？知ってます、当然。あ、てか兄弟なんやね、あれ。カップルかと思った。フレンドリーショップ、ここには何があるんですか？あ、ここはモンスターボールちゃんとあるね。でもモンスターボール、まあまだ24個あるけんいっか。大丈夫です。あ、ウリムじゃない？遠くに行けば行くほど強いポケモンが出てくるよ。勝てないと思ったらピッピ人形を使ってね。ピッピ人形、おお、ありがとう、もらえた5個。へえ。どんなに強いポケモンもジムチャレンジに参加してジンバッジを手に入れればいつかは捕まえられるから。いつかは遠いかもしれんけど。何これ、ワイルドエリアを通り抜けてエンジンシティに向かいましょう。びっくりした、あのマップ上で移動するんかと思った。フィールドよね。何や、ここなんか赤い光みたいなの伸びとるけど、上に向かって。あなたのポケモン休ませてあげますか？いや、大丈夫よ。ポケモンたちが弱ったらキャンプの料理で元気にしてあげてくださいね。あ、やっぱキャンプで回復とかいろいろできる感じなんやね。見ろよ。何？やっぱあの光？でもそのなんてエンジンシティまで結構近そうやけど。あ、でも遠回りになるんか。なんかあれ、多分真ん中水じゃない？向こうに見えるのがエンジンシーだぞ。ふんふん。あそこに行くまでどれだけのポケモン出会うんだろうな。なんだ、ソニアじゃん。あれ？また？何？ついてきてる？ストーカー？随分な言いようである。おばあ様に言われたのよね。あんたたちが旅に出るのに、あなたはどうするのかしらって。じゃあ、旅に出るの？大変ですね。気にしなくていいから。それにあんたたちが森で出会ったポケモンのこと気になるし、ちょっと調べてみようかなって。何か分かればきっとおばあさんも認めてくれる。やっぱ大人って大変なんだな。だから気にしなくていいから。私も久しぶりに旅だから、釣りやキャンプを楽しむし。よし、赤く光る巣穴を調べまくって、ダイマックスしたポケモンと戦いまくって、伝説の1ページにするぞ。赤い、なんだって、あれが、あの光のやつのことかな。もう、ダイマックスしたポケモンは本当に強いんだからね。忘れずに自分の相棒のポケモンをダイマックスさせなよ。まあ、忘れんやろ。その段階になったら。ワイドエリアにあちこちで赤いオーラが見つかるの。ああ、それやね。自信があれば調べなよ。ダイマックスポケモンがいるからね。よし、先輩からの素敵なプレゼントだよ。アイナ、ポケモンボックスを、ポケモンボックス手に入れた。それはパソコン経由じゃなくてもできるってこと？いつでもポケモンセンターのパソコンのボックスにアクセスしてポケモンを預けたり引き出せる。あ、めっちゃ便利やん。いい。でももうそれじゃあポケモンセンターのボックスの、ねえ、ある意義が。ポケモンボックス。ポケモンボックスを使うと手持ちのポケモンとポケモンセンターのパソコンに預けたポケモンを入れ替えることができます。メニューのポケモンリストで R ボタンを押すことで使えます。うんうん。
ポケモンボックスを使うとボックスにポケモンを預けたり、預けたポケモンを連れ出せるし、ポケモンを捕まえまくってポケモン図鑑も埋めてね。さあ、ワイルドエリアが待ってる。あなたの冒険の始まりだ。頑張ります。まあでも自信なくても一回は調べたいよね。なんか柱がさ、一本のやつと二本のやつとかある？気のせいかな。なんか強さが違うんかなと思ったけど。てかめっちゃ夜やん。頑張ります。ソニアさんも頑張って。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。これはあれなんかな、フィールド上を移動しよる間に時間が経過したりとかそういう感じになるんかな、それともイベントごと、ちょっとよくわからんけど。